するのはこちら、串焼き串揚げのみなたです。お店の雰囲気はすごい日本っぽくていいですね。しかも麻生区の大きな通り沿いにあって、少し入ったらすぐあるからとても便利なところにあります。じゃあ早速中に行きましょう。なんというんだろう、日本の昔の日本の昔の日本っぽい作りになってるね。掘りごたつ作りがあって、ゆっくりご飯食べれるし、1階はカウンターもあったから一人でもねご飯食べたりお酒飲んだりできるね。お店の雰囲気とっても日本っぽくて素敵ですね。あ、どうもありがとうございます。日本人の方が親しみやすく来れるような、あとホームな雰囲気作りたいなって思ってる、はい、そうですね。はい。店舗の方はここの他にもあるって伺ったんですけど。あ、そうなんですよ。スティサンというところ、駅でいうと MRT 地下鉄なんですよね。スティサン駅降りて、まあ2分ぐらいのところに、またよかったら行ってみてください。はい。ありがとうございます。今日はランチのメニューもディナーのメニューも両方出していただけるということで。はい。はい、大きく分けて、まあ、定食とうどんと、はい、であとハンバーグみたいな感じで、こうバラエティーよく選んでいただけるようにしてて、はい、で何よりもこう、まあ、VAT というか全部込み込みで120バーツぐらいからあるんで、皆さんにお財布に優しいなと言いながら、はい、頼んでくれるんです。はい、チャージがないですね。そうなんですよ。込みもうプラプラなしで、はい、おすすめは何ですか。開店当時から注文が多いのがやっぱりその唐揚げ定食が、まあ、120バーツであるんですけど、120バーツだけどすごくチャチくないというか結構ボリュームがあってっていうので、結構昔から人気があるメニューが一つ、はいはいはい、でもう一つが、うどんのメニューでおろし天ぷらぶっかけ、はい、まあ、150バーツなんですけども、はい、うどんもしっかりしてて、で天ぷらも3種類乗っててっていうので、あのコスパがいいっていう評判がいいんで、そちら食べていただくのと、はい、であともう一つが、まあ、僕の思い出があるというか、はい、カツ飯っていうメニューがあるんですけども、はい、この私地元兵庫県の方の地元なんですけど、はいはいはい、加古川市の名物で、であのカツ飯って言って、あの、はい、まあ地元ではあのビーフカツの上にデミグラスソースがかかってる、はい、ちょっと洋風チックな感じなんですけど、タイではちょっとビーフ食べれないお客さんもいらっしゃるんで、はいはいはい、まあとんかつに変えて、はい、とんかつの上にデミグラスソースがかかって、はい、であとこのゆでキャベツが結構そのデミグラスとは言いながら、はい、ちょっと食べていただこうかなと思って本日用意させていただきます。ありがとうございます。いえ、とんでもない。はい、準備はよろしくお願いします。はい、かしこまりました。ありがとうございます。来ました、ランチメニューです。見て、この量一食でお腹いっぱいになれる、うんうん、早速味気になるので食べてみます。唐揚げからいただきます。これは一口でいけないよ。ちょっと頑張って食べてみます。いただきます。あ、いけた。おいしい。サクサク聞こえました。うんうんうん、串焼き屋さんのお肉ってすごい美味しいんだな。サクサクして美味しい。ビールも飲みたい。まだ昼ですよ。マミちゃんも飲んで。さあ、次は天ぷらぶっかけうどんからしようかな、うん、あ、見てください、この量。100バーツちょっと出して、こんな天ぷらあるかっていうぐらい天ぷら入ってる、ね、めっちゃ多いじゃないですか。どう？やば。いや、めっちゃ涼しくなった。いや、もう本当にこれタイの皆さんに勧めしたいです。タイ人の人も食べてほしい。はい、見てください、この大きな、食べたい食べたい食べたい、大きなカツ飯。じゃあ、いきます。はい、どう？肉はやっぱり美味しくて、うん、衣もちょっとサクサクって聞こえたし、うん、お子さんも好きかもしれないね、ハンバーグのソースに。なんかソースがさっぱりする感じだから、こんなボリュームがあっても、うん、スッと食べれる。ペロッと食べちゃう、うん、たくさん夜のメニューもご提供いただきました。全部美味しそうね。ね、ひなた、昼の顔と夜の顔とありまして、昼はさっきの定食がメインなんですけど、夜は居酒屋にガラッと変わりまして、はい、バラエティーよく楽しんでいただく、うん、でも安いっていうのが売りでやってます。で、そのうち串焼きと串揚げ全部で56品選んでいただけます。1本20バーツから、例えばこの手羽、この手羽が20バーツ、私の手ぐらいの、はい、1本1本安いんで、もう好きなのをお客さんに選んでいただきたいから、うん、あえて盛り合わせとかにしてないんですね、うんうんうん、はい、あと冷たいので言うと一番人気なのはそのミネオカ豆腐ってチーズみたいな感覚で、うん、ビールにも合うしワインにも合うし、うん、ぜひお召し上がってみてください。はい、ありがとうございます。早速食べてみましょう。乾杯。これ初めて食べる。レンコン揚げてるやつで、なんかチーズがすごい美味しそう。いただきます。
分厚いし、チーズもヘルシーだし、これは女性向けにもいいと思う。じゃあ最後に美人トマトの串焼き食べてみようと思います。見てこの串から落ちちゃいそうなぐらい重いよ。串が大きいからね。いただきます。いけいけでいいな。うん、うん、ジューシー。うん、すごい甘くてベーコンにもあってめっちゃ美味しい。なんかさ、焼酎もらって落ち着いて皆さん。焼酎飲みたい。たくさん出していただいてありがとうございました。いえいえ、とんでもない。今日はありがとうございます。本当に、まあ、たくさん食べていただいて、どれもどれも美味しくて、はい、コスパもボリュームもあって、いやいやいや、どうもありがとうございます。気になるのがお会計なんですけど、はい、ちなみに全部でいくらぐらい、はい、そうですね、ありがとうございます。本日こちら、全部で、まあ、昼と夜合わせて1350バーツ、全部で19品なんです。安い。そうね、こんなに安くていいですか。いいですね。いいですかね。はい、頑張ります。たくさんね、また来てくれたら嬉しいなと思います。はい、で、まあ、これ全部税込み でなおかつあのプラスも 10% とか食べ捨てのチャージないんで、なんで安心して、で大体のお客さん公開系の時に大体びっくりされるっていうのがパターンなんで、びっくりしてほしいですね。はい、そういうサプライズを与えたい、はい、と思います。はい、のでまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。どうも。今度お酒とか飲みに行きたいよね。うん、ファミリー向けでも夜ランチメニュー食べれるみたいなんで、皆さんおすすめです。お店の詳細は概要欄に載せてます。皆さんぜひ見てみてくださいね。以上、りなでした。まみでした。今日の動画の詳細を概要欄に載せてます。いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。